鈴木田だけは、日本の俳優。本名は、高山徳衛門。築地小劇場研究生からキャリアをスタートさせ、同劇場を分裂後に新築地劇団の結成に参加、同劇団の中核的存在として活躍。その後も暗く座、劇団中芸、東京芸術座などの劇団を設立し、 進撃運動の中心的指導者となった。晩年は更新の教育にも当たっている。戦中、戦後は映画にも多く出演しており、特に、東映時代劇で欠かせない悪役俳優として知られた。著書に、自伝、暗転我が演劇自伝など。前歳は、高山春子、五歳は、女優の内田玲子。息子は、高山蔵さん、娘は、 女優の鈴木キダ妻子。1898年9月14日、福岡県沢良郡西新町に作り酒屋、肥前屋の6人兄弟の長男として生まれる。実家の肥前屋は、松の雪という銘柄の酒を醸造しており、12歳で、父母を亡くした鈴木キは、肥前屋の当主となった。陽名は、徳太郎だが、祖父の名を継いで徳右衛門を名乗った。 幼児から、博多人中のモノマネを得意としていた。1918年、友人の小島善三郎を介して、結核療養中だった、倉田103の地部を得、彼の偶宅に設立された、新しき村福岡支部の会員となる。1921年に画家を目指して上京、倉田の入院層別の余興で上演した、年広で素人ながら、主役を務め、 好評を得た。また、多彩主義と呼ばれた倉田と別居していた夫人の高山、春子と恋愛関係になり、倉田の同意を得て彼女と結婚し、鈴木きだ妻子、後に、高山蔵さんを設けている。春子と結婚後に、福岡へ戻り、愚章舞台劇協会という劇団を組織して、倉田原作の、出家とその弟子などを上演した。1923年、 家業を弟に譲り、妻子を連れて上京。1925年、築地小劇場の研究生となり、同年11月の、どん底の警部役で、初舞台を踏んだ。同期には、細川千佳子、高橋豊子らがいる。翌1926年1月の、ベニスの商人では、シャイロック役に、異例の抜擢を受け、3月の、 役の行者では一言主を演じて、好評を博した。九百二十八年十二月、築地小劇場の創設者である、幼い薫が死去すると、劇団内で対立が生じ、創設者の一人である、肘方義についたすすきだは、九百二十九年三月二十五日に、丸山サ夫、山本康江、伊藤孝一、高橋、細川らと脱退。 ひじと、久保久さを迎えて新月寺劇団を結成した。1931年には、日本プロレタリア演劇同盟に加盟、同盟解散後の1934年に、同劇団の幹事長となり、劇団の中心的俳優となった。1940年8月19日、新劇団圧で、八田た元を、本城勝次ら14名の劇団員と、 講演会関係者、その前に対談した、センダコレア、岡倉四郎らが逮捕され、8月23日に強制解散させられた。ススキダも半年余り牛込署書に留置されたが、基礎猶予で釈放されている。演劇活動の一方、1930年代頃から映画にも出演するようになり、絹笠ノスケ監督、大阪夏の陣、稲垣博監督、 宮本武蔵等に出演。新月樹劇団解散後、永田正一の計らいで、大英の専属俳優となったが、芸名の使用を禁じられたため、本名の高山徳江門名義で出演した。1942年、徳川無聖、藤原鎌足利、丸山と共に、倉久座を結成し地方公演を行う。1944年12月24日に、 銅座は解散するが、翌1945年1月に、日本移動演劇連盟に組み込まれ、暗く在動演劇隊として、再結成された。ススキダは、広島への劇団疎開に加わらなかったが、原爆投下で疎開組は被爆し、銅座の舞台監督兼俳優だった息子の鉱山像、んは8月20日に避難先で死去した。同年12月14日、久保久志、 滝沢おさむらと東京芸術劇場を結成。12月26日には、新劇合同公演、桜の園に、東山千恵子、滝沢千田らと出演。東京芸術劇場は1947年3月に分裂し、村山智義らによる第二次新京劇団に参加。この頃に、日本共産党に入党した。この間に、 女優の内田玲子と結婚、春子とは離婚した。1951年、日本共産党の50年問題の影響で、新京劇団を脱退し、8月29日に、中央芸術劇場を設立して、その主催者となった。1956年、人形の家を演出し、翌年の同劇場公演、無法末の一生で、演出、主演、 1959年2月4日、劇団中芸と新京劇団との合同で、東京芸術座を設立した。戦後の映画出演は、なお、鈴木田賢治に戻して、木下圭介監督、破壊、伊藤大輔監督、レミゼラブル・アーム・ジョー、サブリ・シン監督、風雪20年や、山本札夫監督、箱根風雲録といった独立プロ映画などに出演。 また、1952年公開の、アコウジョー城で、キラ・コウズケのケを演じてからは、東映時代劇で名役役俳優として活躍。1954年に、東映専属となり、全盛期には、年間20本もの作品に出演した。中心蔵映画では4度も、堀部弥平を演じており、旗本退屈男、入れ墨方眼などの人気シリーズにも必ず、登場している。 1963年、右京のスケサ撮機出演後に脳一血で倒れ、再起不能と言われたが、奇跡的に回復し、1969年に、ススキダ演技研究所を開いて、後進の育成に当たった。1972年5月26日6時50分、急性肺炎のため、東京都文京区本駒込の自宅で死去。73歳遺没。 5月28日に、東京芸術座と研究所の合同僧が営まれ、村山智義が、葬儀委員長を務めた。没後、君四刀随宝賞追贈。風雪20年の撮影風景。左から青山杉作、千田コレア、ススキダ、サブリシン、高山徳江門に関するカテゴリー。ありがとうございます。